出掛けに何を着ようかなって悩むこと多いと思うんですよね、この時期。ちょっと寒くなってきたから何か羽織りたいと。まあそんな時に何がいいかなっていうふうに選んだ時に、僕がお勧めしたいのはロングコートです。はい、こんにちは森瀬です。 今日はね、もう絶対コートと言ったらこれっていうね、トレンチコートをね、ご紹介したいと思ってます。コートって嫌がる方多いですよね。まあ理由としては、シャレっぽすぎて嫌だとか、単純に長すぎるとか、取り回しが不便とか。 まあいろんな理由でコートを敬遠する方っていうのがメンズだと意外に多いんですよね。どうしてもブルゾンとか、あとハーフ丈コートぐらいになっちゃうんですけども、個人的にはこの、ね、ロングコートってめちゃくちゃ便利ですし、おしゃれに決まるので、ぜひ着ていただきたいんですね。チェスターコートとかアイロングコートもいいんですけども、特にこのトレンチコートの魅力っていうのは何かというと、スタイルを最後の最後で仕上げてくれると。 もう全てを持ってってくれるっていうところなんですね。コートに限らずアウターって中に何を着てるかっていうのに対してこう馴染ませる感じで羽織るじゃないですか。でもこのトレンチコートはちょっと僕考え方違うと思っていて中に何を着てようと最終的にはこれトレンチコートで全部持ってってくれる仕上げてくれるっていう使い方が正しいんじゃないかなと思ってるんですね。中に何着ててもトレンチコートに持ってかれちゃうっていうマイナス面もありつつもプラス面としてはあんまり相性みたいなのを考えなくてもいいんじゃないかなと思うんですね。ある種どんな格好 こうしててもトレンチコートさえ着ちゃえばおしゃれに見えるっていう使い方ができるのでおしゃれの初心者の方とかそういった方には是非使っていただきたいコートなんですよね。 今回持ってきたのはね、歴史あるブランド、バルスターからトレンチコートです。バルスターって言うとね、皆さんあの、バルスタリーノ、バルスターブルゾンの方をね、思い浮かべると思うんですが、元々彼らってレインウェアメーカーなので、コートの方がね、どちらかというと元々得意なんですよね。展示会でもね、もうほんと白壁にこういう風にかかってて、うわ、めちゃくちゃかっけーみたいな感じで、テンション超上がりまくってお出ししちゃったんですけども、着てみるとやっぱりかっこいいんですよね。トレンチコートのね、仕様とかは今更そんなに説明するまでもないのかなとは思うんですけども、メディタリーの軍服が あのベースになってます軍装でしたっけとかをつけるエプレットがついてたりとか、軍としてのミリタリー的な仕様っていうのがついてます。ベルテットになってたりとか。それが転じて、今はどちらかというとドレスアイテムですかね。スーツスタイルとかにトレンチコートをバシッと着て、英国紳士は歩くみたいな感じのイメージがすごく強いんですが、昨今はですね、まあそういうドレスアイテムとして使われるよりも、むしろこうカジュアルコーデの中にトレンチコートを着て、ドレス感を上げるみたいな使い方の方がメジャーなんじゃないかなと思っていて、もちろん紳士の方はね、 もうこれ完全にこれバッチリ。 スーツ着て着てきまますすけどもプラスアアルルファでカジュアル使いっていいいいとううのが今は女性を中心に、ね、メインなななんじゃないかなというふうに思いますこうやって着てみるとバルスターのやつなんかすごくこう肩は細身でフレアのな、ね、A ラインシルエットなので非常に綺麗なシルエットですよねベルトもこうついてます着こなしとしてはこうやってパッと羽織ってあげてもいいんですけどもベルトをですねちょっと結んじゃって肩結びなりしちゃってんでこう前を締めて着る着方もありますしあとはカジュアル中心に結構流行ってるのがこのベルトをしないでですね第一ボタンだけ締めて着ちゃうって デニムにキャップみたいなカジュアルなビッグシレットな感じで着るっていうのもかっこいいので、まあ、このサントリーの方が今は主流かなというふうに思います生地はですねコットン64%でポリアミド36%で64クロスってご存知ですかねコットンとそのナイロンポリエステルが混合されていて水がかかるとコットンが伸びて水が入らないようになるっていう、まあ、昔ながらのマウンテンパーカーでシェラデザインとかがねよく,よく作って有名になりましたけど64クロスっていうのと同じような組成になっているので撥水もありますし水も入らないようにな 入りにくくなってるんだけど64%コットンベースということで通常は通気性がすごくあるよって感じなんですね水を入れると64クラスみたいに膨張して水が入らなくなるという素材になってますレインコート代わりにも使えるよと別にシームテープとか貼ってあるわけではないので暴風雨の時はちょっとなかなかですけども軽い雨とかだったら全然レインコート代わりにも使えますというような仕様ですね早速ですけどもじゃあこれをねどうやってスタイルで着るのって言ったところね、解説していきたいなと思います一つ目が基本の木トレンチコートを通常使いするときはやっぱりジャケット ススタタタイイイルルアップでで使ううという感じですねこれはどちらかといえば仕上げで持っていくというよりは中のものになじませてそれに似合うコートを羽織るとドレスアイテムであるトレンチコートを羽織るという方法ですこれがまあ正当的な使い方ですねまたまあこうカジュアルにこうやって着るっていうのがあるんですけどもスタイル組んでみたいと思います JDR のユニフォームみたいなもんですよねジャブサールキビオのマサッチョのパンツにドルモアのニットですねこのジャブサールキビオは実はジ j d ア別注なんですね生地別注でブラウンのマサッチョです っぽい感じですすね上がドルモアのミドルルののミゲージぐらいのニットになってますこれだとやっぱり、おしゃれ感ってめちゃくちゃ出やすいわけではないですよね。普通にパンツにニット着てるだけって感じになるので、ちょっと寂しいなと。普段は全然これでいいんだけど、可愛い,いこと合うんだよとか、格好つけたいシーンなんだよなっていう時に、トレンチを一発羽織るだけでですね、随分雰囲気変わります。画面越しに伝わってくれると嬉しいんですが、デコラティブというか、少し凝ったデザインなので、羽織るだけで迫力があるんですよね。ちょっとおしゃれしてる感というか、シンプルなステンカラーコートとか羽織っちゃうと、もう 本当に普通になっちゃうんですけども、やっぱりトレンチ一発入れるだけで全然雰囲気が変わるというか、ちょっと大人っぽくなりますし、おしゃれしてるなっていう感じが伝わるかなと思うんですよね。カーキだとこういう感じですね。玉虫まではいきませんけど、ちょっと光沢感があって、群物とはまたちょっと違った魅力がありますね。ニットプラスパンツってだけで少し寂しいなーって時に、アウター選ぶ時にですね、レザーもいいんですけども、こういうトレンチみたいなものをぼっと持ってくると、一気に雰囲気変わるかなという例でした。次はね、もう休日の朝とかですね、ダラッとしたいなって言って 時にこういうジャージセットアップみたいなものを着る方も多いんじゃないかなと思うんですよね。オートリーの白スニーカーにアンティーシポのセットアップジャージとまあ、アンティーシポのカットソーですね。アンティーシポもかなり大人っぽい雰囲気なんで、このカットソーだけでもね。だらしない印象にはならないとは思うんですけども、近所の公園に散歩かなっていう雰囲気になるんですけどもまあ、こういう時にトレンチコートを活用する。トレンチ羽織るだけで一気に東京圏内しか行けないのが、電車の特急かな。みたいな雰囲気変わるというのが、やっぱり面白いとかなと思っていて1番。 使いい道かなと思います僕のイメージ京都の観光地とか行くと結構女性の方がこういう感じの格好してる人すげえ多いなっていう風に思うんですけども女性の方なんてすごい重宝してると思ってるのが夜ちゃんとドレッシーな格好をした時にトレンチも着れる今日は観光が多いから楽なカッションがいいかなって言ってジャージみたいなのを着たりワイドパンツ履いた時もトレンチ使えるっていう意味では中の合わせをあんんまり選ばないんですよねだから旅行とかの時にこれ一発持ってっておくとまあどんな格好でもとにかく着ればなんか様になるみたいな感じになるので女性ってやっぱり男性よりおしゃれなんでそういうのも考え 考えて持っていくときに荷物になるけども。実際現地では便利なの。よく分かっていらっしゃって、観光地区とそれに来てる人が多いなって。印象はそのせいなのかなと思ったりもします。僕は先に後ほど紹介するタイロ犬コートを買ったんですけども、なんとなく持ってっちゃいますね。なんかあると思っていくという感じにもなってます。カーキはね。せっかくなんでよりパジャマコーデみたいなので、ちょっと着てみたいとどうですか？一気にジャケット羽織ったぐらいクラス感高まりますよね。a ラインな感じにしといてあげて、足元軽やかな。スニーカーとかにしちゃう。っていうのはこう。カジュアルな使い方では使えるかなと。さっきちょっと。 僕が言ってたタイロッケンコート。歴史的にはトレンチコートって軍のコートがあって、その後にトレンチコートはちょっとお金もかかるじゃないですか、パーツ数も多くて。あと色々取り回しもあれなんで、それを改良されて出てきたのがタイロッケンコート。ファッション的にはトレンチコートっていうのはもう定番で人気なんですけども、最近そのタイロッケンコートっていうのがアーカイブから掘り起こされて、今市場では結構注目されてるアイテムなんですね。それがバルスターからも出てきてるんで、ちょっとそちらも合わせてご紹介します。これがタイロッケンコートです。トトレンチコートよりはかなりこの 辺のボタンとかもなくななくってダブルじゃないのでボタンもねこのもう第一ボタンだけなんですねまあ厳密には中からこう引っ張るボタンとかもあるんですけどもまあ実際実用的に使うのはこの着こなしだけなのでカジュアルの第一ボタン止めっていうのはもちろんできてこの辺がのペットでかくなるのでこれはこれでまたかっこいいって感じになります軍の中の歴史の中でより簡素化しよう省略化しようみたいなどうなんですか物資不足とかもあったんですかねだけどこれもすごくやっぱり人気があるコートですねこ,の体圏は実はここにここここのはは実にににうういいうう紐がててましてここにつけられ るんですねこういうふうにつけてこういうふうにして使えるっていうふうに言うんですけどあんま僕は使ったこと正直ないです前があんまりだラーンって広がる人が嫌な人はまあ、こういう使い方で,できるかなっていうのがまずあ,かあって厳密にはもう一個ここにベルトがあってこうなってるんですよこうやってこうやって正直これもね使わないですちゃんんととめるとねあんまりかっこよくない ですよね。かっこ悪くはないんだけど、まあ、あんまり使わないかなっていう感じですかね。一応縛ることもできるというのがタイロッケンです。タイロッケーでそのままタイって縛るでロックは締めるじゃないですか？縛って締めるっていうタイロック。 コートって意味なんですけども、そういう意味でこういう風になってます。本物のね、タイロケンコート、軍物とかは穴があって中から紐通してきて外に出てるとか、結構ね、ややこしい仕様になってるんですよね。それがバルサのやつはもうちょっと簡略化されてこういう風になってると。着方としては、まあ締めてもいいんですけど、基本的には開けて A ラインシルエットを楽しみながらバサッと着るっていうのが一個と、どうしても締めたければベルテットでギュッとこう縛っちゃうっていう着方がメインかなと思います。 あとは第一ボタンだけ閉める。まあ、いずれにしてもトレンチとね、そんなに使い方は変わらなくて、着るだけで一気に全部持ってってくれるという便利さは変わらないので、お好みに合わせて選んでいただければいいんじゃないかなと思います。ネイビーもこんな感じですね。もともとタイロッケンに火をつけたブランドっていうのがありまして、昔うちも取り扱いしてたんですけども、そこで爆発的に塗れたタイロッケンコートっていうのはもともとネイビーだったんですね。その源流を組むという意味では、ネイビーの方でもいいのかなというふうには思います。トレンチの時に着てたジャブスとホワイトニットで、こっちのタイロッケンも合わせて 見たんですけどもシンプルなのででで普通っぽくは見えるんですがでもやっぱり形自体がすごく迫力のあるね形なのでこれも十分おしゃれだし逆にちょっと上級者っぽいおしゃれに見えますかねネイビーでこんな感じですかねこっちの方がシックですね着回しは良さそう形がやっぱりねすごく特殊なのでおしゃれ感は出やすいかなとちょっと襟後ろだけ立ててあげたりして、またニュアンスつけてあげたりすると。 これね、中にニットを着て、インコテックスのブラウンのギャバチの履いてっていうコーディネートですね。すごい大人っぽく決まると思うんですけども、前閉めてこんな感じになって、前開いてこんな感じ。このトレンチコートって、そんなにタイトなものじゃないので、こういうヘルロのジレみたいなインナーをね、中にかましてあげても、真、まあ、冬まで使えるかなと思うので、着こなし可能です。 今日はトレンチコートについてのご紹介でした。コートっていうだけで毛嫌いする方、またはトレンチコートっていうだけで硬い英国紳士のものでしょっていうところで嫌がってた方も、今はね、トレンチコートの使い方変わってるぞということをね、今日ご説明したんですが、伝わったでしょうか苦手だった方も、本当にこのトレンチコートって楽なんで、初心者の方ほどチャレンジしてもらいたいなと思いますので、ぜひお試しあれ。いいねと思った方は、いいねの方と、あとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。あとインスタグラムでもね、こういったもののいろいろこう聞こなしの紹介なんかもやってますので、 ミノー5というアカウント、フォローの方ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。森下でした。バイバイ。 はい、ありがとうございます。サイズ問題ですね。おまけコーナーはサイズ問題コーナーになってきましたけども、僕は44と46のちょうど上着はね、中間だって話してて、最近ちょっと体がでかくなってきたんで、ラルディニー、タリアトールあたりは46の方を着ることが増えてきました。一方でヘルノとか、なあちょっと大きめ、かつアウターアウターしてるものっていうのは、未だに44着ることが多くて、たまにジャケットの上に着たいな、みたいな時に46を選ぶことがあるかなっていうサイズ感でございます。このバルスターのトレンチ何選ぶかっていうと、これも難しくて、 今僕が着てるの44です。今日着たの大体44でした。自分が持ってるのも44で、もともとガバッと着るもんなんで、44で別に問題ないかなと思うんですね。46もね、ちょっと一応着てみましょう。丈の長さは結構好きです。僕長め好きなんで、でも長め好きじゃないって方は、この長さだとちょっと長いかもっていう人も多いかなっていうところ。あとは、一番気になるのはね、肩がね、若干やっぱ落ちるんですよね、46だと。これ、どうするかっていうと、例えば中にジャケット着たりした時は、46でも多分肩落ちないですし、パッと着れちゃうとは思 思うんですね44だとジャケットの上に着ようと思うとアームとかもそんなに細くないのでそんなに引っかかるほどではないんですけども多分46の方が楽は楽かな見た目もそんなおかしくないかなっていうふうには思うと思うので中に結構着込みますみたいな方はもしかしたらハーフサイズ上の方僕だったら上を選んでもいいのかなと思いますけども僕個人的には別に44でもいいかなっていう感じですかね見ての通りどっち着ても全然おかしくはないんですよねこの格好で着た時にどっちがいいかって言われたら鏡見た時に僕は44の方がかっこいいなとは思いました正直ただ いろんなものの中にバンバン着たくてそれを楽にやりたいっていうんだったらこっちの方が良いしこっちで着ててじゃあおかしいかって言うと全然おかしくもないのでまあどっちでもいいかなっていうのは正直なところですかね。というサイズ感になります。ご参考になれば